京都に遊びに来ていまして、今大型画面に映っている写真は名前をアースと言います。アースはステラの孫にあたる写真で、現在10歳の子供のオスの写真です。今回の公開トレーニングはステラ、アースが頑張っていきます。皆さん、写真の応援をよろしくお願いいたします。さあ、続いて
先ほど紹介したおひげを上下に振ってぐんぐんとスピードを出していきます。シャチはルッコやこちらの仲間の中で一番高く泳げると言われています。最高の速度なんと60キロも出すことができるんですよ。半蔵門のトレーナーの時にようやく戻ると水面には大きな波が立っています。実はこの波を起こすと野生のシャチも行っています。続いてはこちらの映像をご覧ください。こちらは南極の独裁です。氷の上で新しいシャチが休んでいます。ここに住むシャチたちは労働で大きな波を立てて氷の上でやっているおさらしを波で落として食べてしまいます。このようにシャチは何秒もかりに使うとても素敵な動物なんですね。さあ皆さんシャチについてお分かりいただけたでしょうか。ここからはシャチたちに豪快なジャンプなどの種目を教えてもらいましょう。まずは右側のプールにいるのがブラッシュジャンプです。豪快なジャンプを見事に決めます。さあ続いてお母さんのシェアの同じスプラッシュジャンプに向かいます。ぐんぐんと勢いをつけてジャンプです。さあお母さんも大きな水しぶきを上げていましたね。さあトレーナーの方に戻っていきます。左側